先月15日の大規模噴火で被災したトンガ王国を支援しようと、天理市と天理大学がタッグを組みました。今日は天理大学の長尾典明学長らが市役所を訪れ、並川市長に支援協力の要請書を手渡しました。天理大学ではトンガからの留学生を受け入れており、去年の全国大学ラグビー選手権大会では留学生もメンバーとして初優勝に大きく貢献しています。こうしたいきさつから学内にトンガを支援する募金箱を置くとともに、金融機関で受け入れ用の口座を開いて、昨日から募金の受付を始めました。一方、天理市でも先月28日から市役所1階のロビーに募金箱を置いて寄付を募っています。そして今回の募金を地域ぐるみで実現しようと、両者が結ぶ包括連携協定に基づき、ゆかりの深いトンガをオール天理で支援することにしたものです。窓口は大学に一本化され、集まったお金はトンガ大使館を通じて本国に送られるということです。